トイプードルのダッフィーくんチャンネル。じゃなくて、ルナ、ダッフィーの親友チャンネル、始まります。お気づきでしょうか？今のオープニングはトイプードルのダッフィーくんのオープニングのパロディーです。今日9月13日は私の誕生日ということで、動画の前に少し自己紹介をさせていただきたいと思います。私はディズニーが大好きで、時々ディズニーキャラクターになりきるディズニーバウンドをしたりして楽しんでます。海外ディズニーとかにもたまに行ってます。ディズニーの他には洋楽が好きで、特にアリアナには会いに行ったりもしてます。お部屋はアナ雪をイメージしてます。美女と野獣のアトラクション初めて乗った時は感動しました。海外風な場所も大好きです。温泉大好きで、たまに行ったりします。岩盤浴があるところが特に好きです。2年前ぐらいに家族がアリスカフェでお誕生日祝いしてくれました。その時ポケモンセンターにも行きました。暇さえあれば懸賞を応募してます。熱海のスパリゾートも懸賞で招待されて行ってきました。結構お洋服も可愛くて気に入ってます。旅行行ったりすると記念に写真撮るのが好きです。愛車はワーゲンのポロです。青系の車が好きです。それでは動画に入りたいと思います。お誕生日の日の朝食です。セブンイレブンのセブンプレミアムとろーりクリームのパンケーキチョコです。クエキになってたやつです。あとは大好きなカップラーメンです。イエーイ。ねえ、ダッフィ。いただきまーす。待って、ごめんね、食べて。パンケーキがすごいふんわりしてて、クリームもとろーりとしてて、あとこれはナッツとか、チョコレートクランチかながあって美味しいです。はい、今日は私の誕生日ということで、家族がハッピーバースデーの会を開いてくれます。ハッピーバースデー。ルナ、ハッピーバースデー、ルナ、ハッピーバースデー、ディー、ルナ、ハッピーバースデー、トゥーユー。はい、ありがとうございます。ルナちゃん。そしてこのケーキは妹が私のために誕生日プレゼントで用意してくれました。天ぷらと揚げ物も妹が作ってくれました。今日はちょっと暑いのでさっぱりしたうどんが食べたいということでこのメニューになりました。はい、そして最後の品は私の大好物の冷麺です。こちらは母が作ってくれました。ろうそくつけるとこんな感じです。かわいいケーキがやってきました。はい、ありがとう。
なに可愛いケーキを妹が用意してくれたので食べるのがちょっともったいないです。はい、こちらこのスイーツピックスを刺してみてアリエル仕様にもしてみました。はい、妹が用意してくれたケーキです。ワンちゃんのデコレーションも追加してくれたって妹が説明してっていうので説明しときます。いただきます。うん、やっぱりイチゴのショートケーキが一番美味しいですね。これダッフィーくんに似てますね。はい、ダッフィー。ごちそうさまです。今年も家族からプレゼントをもらいました。はい、こちらメスティンです。黒いメスティンです。そしてこちらはクッキングセットです。この2つは弟がプレゼントしてくれました。わーい。こちらは妹からのプレゼントです。アウトドアクッカーセット。先ほど写したケーキも妹からのプレゼントです。そしてこちらはママからのプレゼントです。ワンタッチドームテントです。あ、不器用な私でも組み立てられるテントですかね。父からは7個ギフトもらいました。はい、そして妹の旦那さんからはこちらのハンドタオル2ついただきました。こちらセブンの一番くじのディズニーくじで2回も引いてくれたそうです。大好きなアリエルとジャスミンのグッズです。ありがとうね。本当に今年も家族みんなに祝ってもらえてプレゼントももらえて本当に感謝の気持ちでいっぱいです。いつもありがとうございます。